えば朝のひととき、朝食を取りながらニュースや交通情報を確認できます。またこれらは高精度のカメラセンシング機能により普通のテーブルの上でタッチ操作ができるんです。例えばカレンダーから自分の予定やトゥードゥーリストをチェックして一日の準備を整えることができます。それでは他の使い方もご紹介しましょう。さあ、それではご覧いただきたいと思います。さあ、家族それぞれが写真を出し合って思い思いの写真について語る。家族の会話も自然に弾みます。またオンラインで旅行中の兄弟や離れて暮らす家族からリアルタイムで写真が届きます。ダイニングの新しいコミュニケーションが